よし、エベノです。今回なんですけど、ちょっとね、はい、はい、どうも、改めて、エベノです。今回はちょっとかなりね、熱い回というか、まあ、久々のこのルイスレザー着てますね。これベジカウです。かっこいいでしょ、うん、お気に入りですよ。久々だからみんな見なかったじゃないですか俺といえばね、ベジカウみたいなのがあると思うんで、うん、もちろんなんと黒マーツもあるんですけど、まあ、脇に添えて。で、今回はね、何なのかと言いますと、ちょっとビビりますよ。あの、まあ、この動画の前にね、出してると思うんですが、マイクですね、マイク、あのコンデンサーマイク買いまして、うん、結構いいやつ、20万、まあ、それをちょっと開封していこうかなっていう動画です。いやー嬉しいよね。僕はね、あのボーカリストなんで、歌ってのは、まあ、俺にとってはすごく大事というか、まあ、もちろんギターも大事なんですけど、でね、まあ、ギターもありますよ、脇とかにね。なんですけど、やっぱね、まあ、歌はちょっと特別なわけですわ。うん、まあ、なんでその歌をね、まあ、よくしたいと。よくしたいというか、歌が上手くなるとかってことはないけど、そのかっこいい音で撮りたいとか、もっとかっこ聞かせたいとか、うん、もっといい音で聞かせたいとか、まあ、そういう思いですよ。まあ、そういった本当に前向きな気持ち、うん、とにかくいい音っていうか、まあ、それで買いました。だからそれが理由、それ以外の理由は多分ない。で、まあこいつの、ちょっとつかんから痛ってる。で、こいつのいいところは、まあ、当然バンドものでも使えますけれど、いわゆる歌としてね、アコースティックですよね。アコギの弾き語りとかをちょっと離れたところからこう撮るとか、まあ、そういった用途でも使えるので、まあいちいちね、毎回この YouTube 用のね、いわゆる通常の動画のためにセットするか分かりませんけど、ちゃんと作品としていわゆる演奏を聴かせるという意味では、アコギではアコギであれ、インストであれ、弾き語りであれ、まあ当然バンドのいわゆる曲のボーカリゼーションでもね、うん、まあ、なんでそういった用途では使おうかなと思っています。ただこれを買ったからって、これから YouTube の全ての音声が良くなるとか、こういったものの音声まで良くなることはちょっとあれなんですけど、そこまではめんどくさいんで、僕めんどくさがり屋だから。そもそも今回もこう言って後から編集しなきゃいけないのに撮ってるのは、もちろん、こうやってジャンジャジャンスタイルで見せないと、こういうのはつまんないだろうなっていうのもあるし、まあ、俺自身も、この動画はちょっと楽しいんで、やっぱり新しいものなんでね。そしてやっていこうと思います。ちなみにこんな感じで来ました。見せますと、早速見せますとね、こんな感じで来ましたね。これちょっと開けていくっていう感じで、よしよしよし。皆さんも楽しみでしょ。動画に多分言ってると思うんだけど、以前ね、ノイマンの U87AI、 87ではなくて 87AI の方ね、で、あと RKG414XL2 で、414のなんか銀色の昔のやつ、他にも214とか、あとは AT404050406060、 これ3本持ってて、他にもいろいろあったんですよ、うん、もうとにかくいろんなマイクを所持してましたけど、もうコンデンサー自体はそもそも全部処分して、まあ処分した理由はね、一番大きい理由は、まあ、この環境、自分のこの家の環境だと、まあ、コンデンサーじゃちょっとダメだなと、取りすぎちゃって、なんでダイナミックの方が文字通りダイナミックな音が取れるなって思って処分したんですけど、まあまあやっぱり弾き語りとかやるんだったらダイナミックでは無理だし、まあ、あとは昔処分した時よりも自分に能力がついて、歌も上手かったし、いわゆるエンジニアリングのレベルも上がったので、まあ、今だったら、まあ、コンデンサーマイクを昔より扱えるんじゃないかと思いまして、うん、まあ、それでも 87AI とかにしなかったのは当然理由がありまして、別にいいマイクなんですけどね、うん、まあ、前回の動画見てくれれば解決するんですけど、まあ、一言で言ってしまえば J-POP の音がするてか J-POP のってかポップな音がする、すごくすごく解像度の高い、もっとロックなマイクを探してて俺は、
ロックなオケに混じった時にロックなサウンドのするマイク、それが今回買ったこいつです。もうね、いろんなマイク死ぬほど試聴して、予算は別に20万じゃなかったです。ぶっちゃけもう絶対にこれなら最高だっていうものがあれば、正直30万でも40万でも買いました。だって別に一生使えるからぶっちゃけマイクなんて一生使えるからさ。で俺は歌は一生やめないから、そう考えたら本当にもうこれでいいんだって決め込めば、正直マイク40万とか50万つったって、ギター50万だったらって持ってるよ、皆さん持ってるやつは持ってるよね。ジェームスタイラーとかなんて100万とか150万とかするわけじゃないですか、うん、だから50万なんてギブソンとかフェンダーの中で言ったらね、その大したハイグレードのものでもないですし、だそれをマイクに置き換えちゃえば、自分はそれぐらいのシンガーだから、最高のギターで50万とか100万出せるのに、ボーカリストのアイテムとしては出せないのかって話になるじゃん。本当に誇りを持ってやってるシンガーだったら、別にギタリストが50万のギターとか100万のギター買うのと同じように、ボーカリストが50万のマイクとか100万のマイク買うのは普通なんですよ。それぐらい歌に誇りがあればね、まあ僕はそういうシンガーなんで、まあ、逆にそれぐらいじゃ失礼だと思うし、僕のファンとか俺の歌を聴いてくれる人に、お前は歌を売りにしてるくせに自分のマイクに50万も出せるのかって話になるじゃん。何出せるじゃん、100万だって出そうなら出せますよ。ただ100万のマイクではなかった、俺がちょっと求めたら。これめっちゃいいから、マジで普通に使いたかったんですよ、これ取りたかったんです。だからこれにしました、うん、もちろんこれより安いものも探しました。別に安くても最強のものがあればそれでいいからさ、まあ、でもこれが一番良かった。で結果これだ、値段が20万だったってだけの話ですね。はい、じゃあちょっと上げていこうと思います。楽しみですね。マイクなのにこんな想像しいデカさできたわまあ分かんないけどね、別にまだマイク買うかもしれないけど、ただ特性の似たようなマイクはいらんからね。上げ方どうすんのこれ、なんか丁寧に上げたいよね。いやこれでボーカル楽しくなるな。さらに僕の歌はね最高なんでね、最高の歌はやっぱ最高のマイクで撮りたいじゃないですか、まあ、僕が歌えばぶっちゃけごっぱであろうとフォーカスライトの安いプリアンプとか持ってちゃったら、なんかもっと安いのでも全然すごいんですけどね。でもそういう理論じゃないよね。いいボーカリストだからこそいいマイクで撮るべきですよね。超丁寧に打ってくれてるから開けるのが大変。てか俺も久々にルイセザーこうベージュ化を見たけど、てかロン毛になってからもしかしたら初めて来てるかもしれないけど、多分かっこいいねね、ルイスレザーマジかっこいいわ。久々に見たけど超かっこいいわマジで、うん、ベジカウがやばいね特に。とか言って別に他の革ジャン来たらやべえやべえ言うんだろうけどまあでもこの革ジャンよりは安いってことだよね。これだって今34万とか40万とかだからね。あ、オーダーしたサイズオーダーしたら40万か、通して買ったら34万とかだね確か。だからマイクより革ジャンの方が高いんだな、そう考えたら。これに関してはそう考えたらマイク20万ぐらい普通に買うよね。革ジャンよりマイクの大事だからね、どう考えたって。よし、開けてますよ今。革ジャンなんかいっぱいあるし、まあでもね、これは最高なんだけど、もう一本欲しいなっていうマイクは、さっきも言ったように正直100万円のマイクでして、ノイマンのね、U67 っていうマイクがあるんだけど、現行品のやつね。まあそれは欲しいですね、正直。ただ100万なんでね、文字通りぴったり。うわー、すげえ、マジかよ。こういう感じか。超ちゃんとしてる。え、いきますよ、見せますよ。ビビりますよ。じゃんじゃじゃーん。おこんな感じですね。すごいですね。超高級ワインみたいな見た目できた。あ、もう見えてるからさ、もう先に答え合わせて言いますと、ユニバーサルオーディオのね、ボック187っていうマイクですね。
いやこれよこれ。これ何だっけんのこれ。怖えななんか。よし。こういう感じですね。おおすごいな。これだけ見たらなんか兵器みたいな。カリフォルニアのマイクですね。すげえ。こんな感じ。ハンドビルトアットザ UA カスタムショップインサンタクルーズカリフォルニア。素晴らしい。ユニバーサルオーディオ、まあ、ユニバーサルオーディオがね、あのボックさんから買い取った権利なんですよね。うわーすげえ。こんな感じ、木箱になっててめっちゃいいじゃん。てかまあ音質はもう死ぬほどブラインドテスト視聴したんで知ってるんですけど、やっぱ生で見ると上がりますね。もちろんあれですよ、新品ですよ。いやー最高だわ。ほら見て、これが僕が 87AI を超えたと思ったマイクです。まあ厳密にはちょっとタイプ違うんだけどね。もうちょっとロックの音がする。 87AI はもっとなんか解像度っていうより、解像度っていうかあのなんつうの、鮮明なマイク。こっちの方が少しソフトコンプというかそういうのがかかった感じのロックな音がするマイク。あやばくない、この木箱の質感かっこすぎるでしょねえ。いやマジこれはいいわ。ちょっと上がるね本当に。これボタンかな多分。じゃあ開けますね。じゃあ先自分から、先に俺から見よう。うわマジかよ、やばかっこよ。これはねもういいマイクですよ。そりゃ悪いわけがないつうか見たい見たい見たい、まあ、見たいよね。見せますよ。じゃあいくよ。ここね押しながらオープン。じゃんじゃじゃーん。こんな感じです。やばくないですかねえ。ルイセーザーのベジカウこれね、40万の革ジャンとも合うでしょ俺とね。いいんじゃないこれ。ちゃんと乾燥剤も入ってますね。貼り付けてあるっつうか、これがいわゆる、あ結構重いのずっしりくる感じで、まああのスタンドにつけるやつですよね。で肝心のマイクが丁寧に使うと、いいですね。ローカットとファットとノーマルモードがついてて、パッドもついてる。かっこいいですねこの感じで。色がなんかいいよね、この抹茶色というか、なんかカリフォルニア感出てますよ。すごい。めちゃくちゃ後ろはこんな感じで、ユニバーサルオーディオって入ってて、でこの3つの黒いボタンポチポチ、これがいわゆるあのローカットと、ファットとノーマルモードっていうのが切り替えれて、うわーすっげー超高そうっていうか高いんだけど、かっこいいっすね。よいしょ。音はねちょっとまあ随時あの使ってくんでね、まあ、僕の作品っていうかそういうのちょっと注視してもらえばなって思います。この動画の前に出してる作品は全てこれは使われていないの で逆にこれを使った作品はちゃんとこれを使いましたっていうのを、まあ、概要欄とか
まあ、タイトルが何かとかそういうところでちゃんと使用機材こいつって書くんで、うん、なんで分かると思う。てかまあ音聞きは誰でも分かると思うけど一発いややっぱいいわ、まあ、最近ねこれの、シンク側バージョンのねボック167だっけな167と251ってのが出たのかな確か。それぞれ40万とかするのとあと90万だっけ100万ぐらいするやつかな251が出たんで、まあその3つが今ラインナップされてるんだけど、まあ一番これが安いモデルではあるんですけど、全部聞き比べたけどね僕はこれが好きでした。てか真空管のねマイクがちょっと苦手というか苦手意識が少しあって、以前4060っていうねやつ持ったんだけど、あのオーディオテクニカのいいやつ、それがね音良かったんだけど、どうしてもやっぱ真空管の方がよりノイズがね乗りやすいというか拾いやすくて、だ特に宅録環境だと結構厳しいもんがあるなっていうのがあって、だから今回はフェットタイプのあのマイクですね。ただちょっとこれでちょっと歌い倒してみて考える感じですね。またねこれが本当最高のチューニングされててね、187って書いてあるから、なんか本当に U87AI をねいわゆる模してというかそっちに寄せて作られてるみたいな風にね思われて比較されたりするんですけど、よく実際比較してるの多いんだけど、なんか俺が聞く限りな全然違うマイクですよね。87を目指してないと思うし、うん、もっと87よりも本当にだからロックな音のするマイクなんだよね、取り音が、うん、すごい定位もだし質感もだし、そのちょっと若干コンプがかった感じとかもそのなんていうのダサいコンプの借り方じゃなくて本当にかっこよくロックにとってコンプかけたらこうなるよねみたいなそういう感じっていうんですか。いやなんで本当いいですね、素晴らしい。いやこの木箱もかっこいいしね、これいや本当大事に使おう。はい、というわけでね、ユニバーサルオーディオボック187、俺がね新しくてか久々にゲットしたコンデンサーマイクはこれですね。まあちょっとこのね週末でサウンドチェックしてみたいなって思います。というわけでこうご期待ですね。まあちなみに後ろもねこんな感じで開くんですよ。いや抹茶色好きなんで僕いいですね。いい買い物した。